イオンモール福岡糸は福岡県福岡市西区北原一丁目に所在するモール型ショッピングセンターである。筑費線、旧大学圏都市駅周辺で行われた糸と区格整理事業の商業ゾーンにおける中心的な施設としてイオン福岡糸ショッピングセンターの名称で2006年4月28日に開業した。開業時点では各店舗のジャスコ福岡糸店と 九州発の3層のモールが入った地上4階建ての本館と家電専門店、デオデオやスポーツ用品店、ヒマラヤなどの大型専門店が入った地上2階建ての別館で構成され、全体で約100店の専門店が入居していた。投資設はファッション関連のショッピングセンターへの出店常連企業で構成される。 研究会スパックによる2006年春から2007年春に開業した主要大型ショッピングセンターの成績を出展したテナント企業のアンケート回答の集計で集客力と売り上げ、利益の全てでワースト5位となり同期間における新設ショッピングセンターの中でワースト5の一つとの評価を受けたその後各店舗のジャスコ福岡ト店は2011年3月1日に イオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオン福岡糸店に改称した。同年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にイオン福岡糸ショッピングセンターからイオンモール福岡糸に名称が変更された。当館では、催事上を無償で提供する形で協力し、 2009年12月から福岡県社会福祉協議会の企画で、糸とまごころ用品種との名称で複数の障害者福祉施設が共同で障害者たちの商品を販売する月1回のバザーが定期的に開催するようになった。また、2010年3月30日には守護課の教養が戸端さきと共に先行導入された。その他にも同年には、 当館の駐車場で来店客が駐車したそのままの場所で買い物中に洗車を行うサービスを他の2店舗とともに先行して導入している。開業時にはジャスコ福岡ト店を各店舗としてデオデオやヒマラヤなどの別館に出店している大型専門店を含めて全体で約100店の専門店が入居していた。その後各店舗のジャスコ福岡ト店は 2011年3月1日に、イオングループの総合スーパーをイオンに、天命統一することに伴って、イオン福岡糸店に改称した。デオデオは2012年10月1日から、天命統一に伴って、エディオンに改称した。ヒマラヤは2015年5月10日に閉店し、スポーツ用品店、スポーツオーソリティが2015年7月10日から、入居した。 直営売り場の1階は食料品と日用品、2階は医療品や靴など、3階は子供用品と家具などの売り場となっている。専門店については各階ごとにゾーン分けがなされている。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを、営業時間は公式サイト内の、営業時間のご案内を参照のこと。 イオン福岡糸ショッピングセンターに関するカテゴリー、ありがとうございます。